いつもブルーブルーのルアーにお世話になっております。自分はシャルダスが好きでよく使用するのですが、以前ブレードを他社製に取り替えた際、シャルダスがヘビみたいにくねくねと泳ぐようになってしまいました。純正シャルダスはまっすぐ泳ぎますが、くねくね泳ぐことは聴覚に影響するでしょうか。またブルーブルー製の取り替え用ブレードを出される予定はございますでしょうか。はい、くねくね泳ぐと影響はします。で、良くなったり悪くなったりすると思うんで、ケースバイケースだけど、総じて多分、本来のシャルダスの引き重りをぐんとかけた状態で、ブレードが綺麗に回って、魚を呼んでる状態にはならないんで、くねくね泳いでるときは、多分引き重り軽いと思うんですよね。で、それはね、やっぱ波動って面で弱いんで、多分マイナスの方に行くときの方が多いと思います。でも結果、それが反応いいときもあるんですけど、はい。で、取り替え用ブレードはね、出す予定です。はい。ちょっとまだいつっては言えないんですけど、2ヶ月前ぐらいの会議でこれを発売するって書いてました。議事録に。ちょっと私が出なかった会議なんですけど、議事録には書いてました。